猪俣がどうやら出ていきそうです。一旦抑えた9番の田中春樹、これをジャンド4コーナーかましましたが、ここで落車転倒。おっと、なんとも無念のアクシデント、3者落車転倒。7番1番8番、最終周回残っているのは6選手です。9番田中春樹が主導権を握る形になっています。難関勢が先頭から3番手、3番の大竹慎吾が4番手、以下2番の四季雄拓也に5番の布井と続いています。3コーナーから第4コーナーカーブへと向かっていきます。先頭は9番の田中春樹、田中先頭で4コーナーから直線です。番手からは4番の和田健太郎、4番の和田健太郎、真ん中6番の大西健にも突っ込んでいますが、どうでしょうか。パターンだったら、あの行くやつがいてないから行ってもよかったかな。ちょうどほんまにこの辺のとこぐらいやったもんな。じゃあ言うてもだから待つなと思うんだけど、でも誰も待ってるやつ来ないから、あそこはとりあえず行けるとこ越えて付け前だよなと思ったんやけど、もうでもあれホームのとこであれいっぱいやわ。あれはわし活金か、活金やったよ。いやーボケはんかったって思って、高校の後輩の春樹が頑張ってくれて優勝取れて本当に嬉しいです。さあ昨日も、田中選手先行策で、そして今日もそうですね、もう別に作戦は特にもう春樹に任せたんで、流れの中でっていう感じだったんですけど、やっぱ気持ちが伝わってきました春樹の。さあ少しホーム側でアクシデントがありましたが、そんな中は田中選手ぐんぐん踏んできましたね。そうですね、もしかしたらまあ、一社って自分も言おうと思ったんですけど、やっぱ春樹も落ち着いてたんで、その気持ちで踏んでくれてたんで、ちょうど合わせられた感じでしたけど。最後は少々車間を切って余裕もあるように見えましたが、いかがでした。いやもう余裕というか追い込みとして下手なんで、できる限りのことをやろうと思ってました。さて、昨年9月の和歌山以来の優勝になりますね。そうですね、その時もはい、あの後輩の近藤君が頑張ってくれて、今回みたいにまたすごい行ってくれたんで、後輩のおかげだと思ってます。和田選手いつも後輩が頑張ってくれてるからといってお話もされてますね。いや本当にもう頑張ってもらってるんで、自分の力はないんで。さあそして三重は好相性バックだと思うんですが、ようやく優勝に結びつきましたね。そうですね、もうインタビュアーさんがあのインタビューの時にいつも言っていただくんで、まあ、本当に決勝は外してなかったんですけど、まさか優勝できるとは思ってなかったですけど、本当に嬉しいです。さあ今年初 V も手にして、今後はどうでしょう、ビッグにまた復帰も。そうですね、まあ、大きなことは言えないですけども、一歩ずつ頑張っていきたいと思います。3日間走っていかがでしたか。いや本当にもう難関の自力選手のおかげだった、あと後ろを固めてくれた先輩方のおかげだと思ってます。これからも頑張ります、よろしくお願いします。さあそれでは改めて寒い中お集まりいただきましたので、マイクを発信しますので、皆様にメッセージをお願いいたします。あの寒い中ご来場ありがとうございます。まあ、ちょっと地元の萩原さんじゃなくて自分みたいなのが優勝してしまったんですけど、またぜひあの本庄に車検を買いに来てください。よろしくお願いします。頑張ってよ。優勝おめでとうございます。